こんにちは、速稼塾のコブです。今日ね、ポストに大好きなジャパネット高田の初売りのカタログ入ってましたよ。なんかちょっと若干薄くなってるような気がするんですけども、まあ気にせずに2020年も行ってみましょう。まあ最初の明けましておめでとうございますっていうね、タイトルは大抵読まないんですけども、すぐ目についたのがね、クルーズ船ですよ、これね。日本一周クルーズ船の旅、まあ一部韓国プサンにも行くんですけども、これがね30万円ぐらいで行けるんですよ。これ2018年19年も目をつけていて、まあ、家族でね、もうドカーンと、両親にもプレゼントして一緒に行こうやみたいなね。でこの船の中で、三味線の稽古したりね、歌の稽古したりできるじゃんみたいな感じで行こうとしていたんですけども、例の感染症がね、クルーズ船がどうとかでちょっとね滞ってたんですよね。それが今回また募集になったということなんで、これいいじゃないかみたいな感じですよね、うん、感染症対策もしっかり行っていますということで、相当な気持ちを持ってね、ジャパネット高田が企画したと思うんで、しかも料金も据え置きでね、いいですね。コースも今までと同じですよ。これはいいな。テレビでもすごく CM しててですね、かなり横浜から出て横浜に帰ってくるんですけども、日本一周でかなりね、いい旅が楽しめるんですよ。もしかしたら塾生さんにも会いに行けるかもしれないなと、視聴者さんにもね。うん、それで、これね、船内のアルコールドリンクは無料。朝の部屋食サービスご利用が無料。朝食朝持ってきてくれる。で、寄港地での循環バスご利用が無料ということで、無料三昧でございます。これね。はい、でチップも本来ならいろんな方に払わなくちゃいけないのを旅行代金に込みなんで、これでもう一切 OK です。で29万9800円のプランがまあおすすめなんですけども、でまあ2人でね65万9600円、結構ねいい感じでしょ。1日あたりに直したらそんな無茶苦茶な金額じゃなくて、ちょっとしたホテル代と同じぐらいで楽しめるんでね、クルーズ船で海を見ながら、なかなかいいじゃないですか。海の遊びってのはやっぱり大人のレジャーって感じしますよね。あとね、ただね、このお金がちょっと難しいよって方は26万9800円のプランとか、あと19万9800円のね、これ窓がないやつなんですけども、窓なしの部屋を借りるプランもあるんですよ。まあこれはね、やっぱり開放的な海が見たいんで、私は普通の客室を取りたいんですけどね。はい。で、感染症対策もしっかり取り組んでますよっていうアピール。グリーンのアピールもしてますよね。うん、はい。終わりかな？ジャパネットカード入会キャンペーンで、要するにセルフバッグで3000ポイントつけますよってやつですよね。で、ダイソン。これ持ってるんですよ。これも買っちゃったんですよ、私ね。2万円引きとか書いてますけども、いつも値引きしてるんで、いつもと同じ価格じゃないかって感じですよね。この掃除機なかなか軽くて良かったですよ。あ、これは買ってないですね。これはね、部屋のスペースも取るし、こんなん結構すぐ飽きるんですよ。これはね、たまに家電量販店に行ってやればいいんですよ。だから、ちょっとね、こういったマッサージチェアは買いませんね。で、スマホとかタブレットも持ってるんで、これもさすがにいらないかなと。ジャパネット高田でパソコン買ったことありますけども、結構良かったですよ。すぐに始めれるしね。だからインターネットまだ不慣れな方とかは、オールインワンで、プリンターもついてますからおすすめです。で、モニターですよね。モニターも今まで随分買ってきましたけども、最近はね、ドンキホーとか、近くの A2Z ショップで、65インチ、これが3万9800円っていうのが一番安かったですね。それを買って、今使ってます。ルンバ。ね、随分安くなりました。でも、ルンバはね、結構つけたんだけども、いらなくなっちゃって、中古屋に出しちゃったりするんですよ。で、中古屋に出してもね、買い取りが3000とか5000とかで、結局ね、ニーズがないんですよね、これルンバってのは。うん。こういうルンバに適した部屋を持ってる方ってあんまりいないんで、不自由ですよ。で、こっちめくって、あ、これね、欲しかったんですけども、商店街の福引きで当たったんで、これもらいました。ラッキーですよね。で、こっちは、車で使えるようなやつですね、掃除機。はい。ドラム式洗濯機も、ジャパネットで買ったんですけども、案外使い勝手悪いんですよ。というのがね、乾燥って3時間ぐらいかかるんですよ。その間ずっとね、洗濯機が死ぬんで、まあ、太陽の下で干した方がいいかなという結論になりました。
で、あとね、このドラム式洗濯機って中古買取価格がむちゃくちゃ安いんですよ。つまり中古市場であまり受けてない、新品で買った人が仕方なく使ってるけど、やっぱりね、天井が開くやつがいいですよ。あの一層式にしても二層式にしても。で、冷蔵庫はね、ジャパネット高田で買いました。私60センチのやつ買いましたね。はい、エアコンですね。エアコンはね、霧神も買ったし、白熊くんも買ったし、ダイキンも買ったしね、もう様々買いましたね。で、この布団も買いましたよ。29,800円の布団。ふかふかですごくいいですよ、これ。むちゃくちゃあったかいのと、冬の専用の布団ですけどね。あったかくて軽いんですよ。これすごいおすすめです。本当に良かった。で、あの、ルームランナーあるでしょ、ウォーキングマシン。これはね、あの、はっきり言って私の肩幅よりも狭いんですよ。だから、はみ出しちゃいます。この女性用ですね。子供用とか。うん。だからそうやって割り切ると安いんですけども、まあ、ウォーキングマシンっていります、でも。なんかその場でただジョギングして跳ねてりゃいい話なんですけども、これはなんかね、やった感があるけど、結局これを買うってことは、やらないんじゃないかなと、逆説的ですけども、思うんですよ。うん。まあ、ぶっちゃけジムに通った方がいいような気がするし、あと近所をウォーキングした方がいいと思うんでね、湿気式が変わって面白いんで。多分これ部屋でやると面白くないんですよ。ジムに行ったらね、このテレビがあったりとかして面白かったんですけども。うん、まあでも部屋にテレビつければいいか。で、シェーバーは、あと、6枚刃を買ったんで、このね、なんとか V ってやつ。だからいらないですね。以前はジャパレットでも買ってたんですけども、シェーバー。6枚刃最高です。で、その他にもお財布ね、お財布持ってます。で、アルマーニ。で、時計しないですね。で、この辺とかね。ゴルフは、いらないなぁ。ゴルフね。誰がゴルフしますか？私、ゴルフね、あの、練習で素振りに行ったことがあるぐらいですね。で、ヒーターもいいですね。あの、結局私ね、石油ストーブを買ったんですけども、エアコンつけたら、もういらなくなっちゃったと。で、ホットカーペットを今年買いましたね。なんかその床が温まると、部屋全体が温まるのが早いということで、本当にすぐ温まりますね、床が温まると。体重計も、もらい物がありますんで、ちょっといらないですね。あとは、これね、なんかこういうの自転車みたいなのありますね。なんかこの辺の健康器具みたいなのが、ジャパネット高田で売られてるっていうのが、まあ、購買層が分かるなってことですよね。おそらく50代から60代以上の購買層がいるんでしょうね。健康にかなりちょっと意識が高い人っていうか。それでサプリメントが出るのもそのためだと思います。エアコンもね、ほんといいですよ。エアコンね、10万円前後のやつで取り付けに来てもらって、室外機も込みで。で、穴だったらエアコンの穴も天井に開けてもらえるんで、空気取り入れ口のね。で、今回欲しいなと思ったのはこれですね。お風呂につけるエアコン。なんか自動で人間がいるのを感知して、風呂上がりって寒いじゃないですか。で、これ温風をね、パーッとやってくれたり、夏場はね、涼しい風を送ってくれたりするんですよ。29,800円。まあ、ここまでやりだしたら、どこまでお前、大富豪なんだみたいな感じですけどね。風呂とトイレは寒いのをね、耐えろみたいな気がしますけども。はい、食器洗濯機もこのちっちゃいのが売られてます。これ買いました、うち。この布団乾燥機。結構使います、これ。布団乾燥機いいですよ、やっぱり。布団乾燥機をかけながら、朝のベッドメイクをしますね。はい。スチームね。これもなんかいいみたいですよね。広島県の呉の軍隊に勤めてらっしゃる方がこれをね、よくやって、スーツとかピシッとするそうですね。あ、これも掃除機ですか。掃除機、割といいのが出てますね。あ、これもなんか使い勝手良さそうじゃないですか。これね。これ。ダイソン。洗濯機はやっぱりこうね、縦型がいいと思います。こうやって天井から入れるやつね。これもそうです。やっぱドラム式ね、やっぱなかなか乾燥機がいらないですね。結局は。で、乾燥機って、乾燥できてなかったりするんですよ、案外。あと、繊維によっては溶けたりね。あまりおすすめしないですね。冷蔵庫はうちはこの60センチを買いました。7万円くらいだったんじゃないかな。で、最近ね、売り込みがすごく強烈なのはこのウォートサーバーで、セルフバッグでもあるんですよ。ちょっと光っててあれですけども。
あと島次郎でもこれ同じタイプをね売ってますね。ちょっと光っててすいません。で3480円が最低月々必要なんですよ。となるとペットボトル6本入りがどんだけ買えるんだって話になるんで、費用対効果で言うと私はペットボトルを買った方がいいと思いますし、そもそも水道の水でもいいですからね。本当気分の問題ですけども、集合住宅でない限り、一戸建てである限りね、水道の水で OK だと思います。ただし災害用にこういうのを考えてらっしゃるんだったら、これはすごく便利なんで持ち合わせていた方がいいんじゃないかなと思いますね。あ、お釜ね、電気釜もうすごいですよ最近は。電気釜もなんか7万円ですよこれ。高級なお米が、だから格安米じゃダメでしょこういうのだったら。ちょっと上の方が見なくてすいませんけども、ちょっと上にこうやってリンクするか、こうね。カタログ面白いですね。でもこうやって見たらこれも買いましたね、うちね。本当にね、結構ジャパレットさんから買ってますね。こうやって見ていくと、鉄板も買いましたからね。ザイグル買ってからもう使わなくなっちゃったけど、でこれなんか気になりますね、シンクパックのやつ。これね、これはいいと思いますよ。他はスマホの売り込みか。パソコンね、パソコンはね、デザインと価格で決めれば機能はそんなに変わんないですからね。あんまりパソコンで悩まなくていいです。うん、まあこんなとこかな今回は。うん、あとはなんかよくわかんないけどね、これバンドル販売も最後ついてますね。バンドルがなかなかいいですよ。バンドルっていうのは抱き合わせ商売ですけども、これなんか良くないです、このシャワーヘッド。え、13,800円、このシャワーヘッド良さそうですね。アロミックっていうブランドらしいですけども、手元スイッチでさらに節水、多量の水流が散水板の中央に集中、洗いたい範囲だけに届いて節水できると。このシャワーヘッドを今のヘッドにすげ替えるだけで結構いいみたいですね。快適に使えて、このシャワーの水が柔らかいんですね、これ細かい穴だから。で細かい水泡なんで毛穴の中まで入って綺麗になるみたいですね。これ買ってもいいかな、これ買っても良さそうですね。13,800円だったら安いっしょ。一応、Amazon とか、それから、あれ、Yahoo ショッピングで同じのがあって、そっちのが、PayPay とかでポイントつくんだったら得だったらね、それを5日とか日曜日に買ったろうかなと思います。5のつく日とか、日曜日とか。ね、だからこれはちょっと要チェックですね。うん。だからカタログがあるおかげで、カタログの商品が売れないって流れもこうやって起きてますね。あとはまあいいか、こんなとこですよ。ちょっとこれだけです今回、ね、気になったのは。シャワーヘッドちょっと検討してみます。ありがとうございました。